こんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画ではおじさん見えしない T シャツコーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしたいと思っていますまあ夏になったら何といっても主役は T シャツだと思うんですよね半袖で涼しいしコーディネートもあんまり考えないでそのままですね着ることができるのでもう夏には欠かせないアイテムだと思うんですね まあ皆さんも最近は T シャツばかり着てるという方少なくないかなと思いますし僕自身もそうなんですよねもう7月ぐらいから9月後半ぐらいまでは T シャツ1枚のスタイルが多くなるわけなんですがそんな T シャツもメリットばっかりじゃないわけですね、まあ、デメリットもありまして T シャツってやっぱりカジュアルに見えるので大人の男性が着るにはある程度の工夫が必要なんですね そして T シャツってもう本当に重ね着とかもあんまりしないので T シャツ選びを失敗してしまうとコーディネートではどうにもならないというところもあったりするので意外とですねくモ者でなかなか大人の男性が素敵に着こなすのが難しいアイテムでもあるんですね。まあ、そんなな T シャツをですね今回主題としながら おじさんに見えないような T シャツコーディネートをですね具体的に3つご紹介したいなと思っていますのでぜひ参考にしていただければなと思っています 今年はですね夏の期間がいつもよよりも長いですよ、ね、もう6月の後半で梅雨が明けてしまって7月8月9月下手したら10月の前半ぐらいまで T シャツ1枚のスタイルがつくかなと思うので是非今回の動画を参考にしながらですね大人に似合うおじさんっぽくならないような T シャツコーディネートをですね学んでいただければなと思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではは早速いってみましょう、はい、ということでここからはですねおじさん見えしない T シャツコーデ具体的に3つ皆さんにご紹介したいなと思っているんですがまず1つ目のスタイル皆さんにご紹介します。 こちらはですねライトブルーの T シャツを僕は着ているんですね、まあ、T シャツ、無地のものっていろんなバリエーションがあってその中でベーシックなものというと例えば白だとかブラックだとかネイビーだとかこの辺りの色というのはですね、まあ、皆さんも持っているような土定番だと思うんですね、まあ、そういったものももちろん悪くはないんですが大人の男性が T シャツ1枚のスタイル 清潔感があってなおかつおじさんに見せないためにはちょっと綺麗な色を使うということこれがですね一つのヒントになるかなと思っています僕が今着ているようなライトブルーというカラーですねこれ最近はですね割といろんなショップでも見かけるようになりました昨年ユナイテッドアローズで購入したものなんですがこのようなネイビーよりも思い切って明るいライトブルーみたいな色というのは 清涼感があって明るさも出ますしやはりこの色が持つ清潔感みたいなものをですね楽しめるので結構大人の男性には似合いやすいカラーかなと思います綺麗な色を使うことで一気におじさんっぽくならないのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っていますまあライトブルーもいいんですがその他には例えばこのようなオリーブだとかダークグリーンみたいな色もすごくいいですね割と綺麗な色ではあるんだけども深い色でそこまで合わせ方が難しくないので 使い勝手がいいかなと思います、まあ、綺麗な色といってもじゃあ派手な赤だとかイエローだとかそういったものが合わせやすいかっていうとそれまた難しいんですねですので綺麗な色なんだけどもある程度大人っぽさというところも兼ね備えた色がいいのでそういった意味ではこういったライトブルーだとかダークグリーンは使いやすいと思いますしあとはユニクロ U でいうとこのエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツのパープルなんかもですね結構色合いが綺麗なんですね。 大人っぽいようなパープルに仕上がっていましてその中にも上品さもあるのでこれなんかも意外と使いやすいかなと思います。ぜひですねこの辺りのり きれいな色を使うことでおじさん見えしないように皆さんも意識をしていただきたいなと思っていますあともう一つ重要なのは T シャツのサイズ感なんですねこれもすごく重要で、まあ、僕ら大人世代になってくると体型の変化というところが出てくるかなと思うんですね世代的にはタイトシルエットが好きな世代が僕らだと思うんですよピタッとしたタイトなものの方がスタイルがよく見えるんじゃないかと思っている方も多いかなと思うんですがそれもそれで間違いではありませんがどうしても体型 がですねちょっと緩んできたときにタイトなものってお腹の丸みがそのまま出てしまったりだとか二の腕の太さがそのまま出てしまったりするので今、トレンド感のある少しゆったりめのシルエットを取り入れていただくことで体の丸みをうまくカバーすするることができるんできんね最近の T シャツって袖もちょっと長くなってたりだとか袖の幅も広いのでこ,この幅が広い結果腕との間に隙間ができるんですね。 そのおかげでで腕が細く見えたりすするわけですねで T シャツのボディもピチピチ感がない方がかえってです、ね、スマートに見えるのでこのサイズ感ですねちょっとゆとりのあるものを選んだ方が僕はいいんじゃないのかなと思っていますそしてボトムスなんですがこのような上半身に綺麗な色を持ってきた時にはボトムスは引き締めるというのが定番なんですね。 これでボトムスまで派手な色を持ってきてしまうと結構難しかったですのでここはとことん分かりやすくブラックだとかネイビーだとかダークグレーのような深めの色ですね濃い色を持ってくることで上半身と下半身のメリハリをつけていただくとまあまず間違いなくコーディネートが完成しやすいかなと思っています。 僕が今履いているのはですねこれグリーンレベルのブラック系のイージーパンツなんですが腰がゴムになっていてセンタープレスが入っていてなおかつ素材感としてはですねライトでさらりとしているものこういったものは結構いろんなショップで今売られていますユニクロで言うとちょっと細身のラインが良ければ感動パンツシリーズですねこれがすごく足が綺麗に見えるので使い勝手がいいと思いますしちょっとゆとりのあるスマートアングルパンツでもいいかなと思います ブラックですとかネイビー系の濃い色で引き締めてあげるとバランスがいいと思いますね今僕はこのライトブルーを着てるのでネイビーのイージーパンツを合わせてグラデーションを作ってあげた方がより綺麗かなと思うのでその辺りは皆さんも調整していただければなと思っていますそして足元なんですがやはりおじさんっぽく見せないためには一定の小綺麗さとか清潔感というところがものすごく重要になってくるので今回はもう夏でも使い勝手抜群の白のレザー系のスニーカーを合わせています ちょっとクロート感を出したかったので、えー、今回はジャーマントレーナーを選んでいますが。が、まあ オーールスタークップだとか本当にプレーンな白のレザースニーカーとかでもいいと思いますしちょっとそれだと退屈なんだよなという方はこういったジャーマントレーナーなんかがハマりがいいかなと思うので足元はサンダルももちろんいいんですが一番使い勝手がよくて清潔感が漂うのはやはり白レザースニーカーだと思うので今回は基本に忠実にこういった形を作ってみました結構簡単にねこのコーディネートは組めるのでぜひ皆さんも綺麗な色の T シャツのコーディネート楽しんでいただければなと思っています はいといととうことで続いて2つ目のコーディネートなんですが今回の主役はですねこちらもう白 T シャツですね一番真夏の定番的なアイテムかなと思うんですがこの白 T も決して簡単というわけではなくてやはりですねめちゃくちゃシンプルになりすぎてしまうのでどういったものを選ぶのかってすごく重要だと思っているんですねいわゆるですねタイトなピチピチの白 T シャツだと どうしてもですね下着感が漂うのでなかなかコーディネートが難しいんですね1枚で白 T を着る場合はいくつかポイントがあるんですけども例えばサイズ感ですね少しゆとりを持たせてトレンド感というものをですね漂わせるのがすごく重要かなと思います僕は今期のユナイテッド・アローズで購入した T シャツ以前動画でもご紹介しましたがこちらを着ているわけなんですが サイズを見ていただきたいんですけども腕もちょっと長めでですね裾幅も少しゆったりめになってますよね身幅もですね見ていただくと分かる通り少したっぷりめになっていまして1枚で着ても下着感というものが出ないようになっているんですねあとは表面の光沢感ですねこういったところにも上品さが漂うと1枚で白 T を着てもそんなにカジュアルさが出すぎないので割とバランスが取りやすいかなと思います もちろんユニクロ U のエアリズムコットンの T シャツもサイズ感緩めで光沢感のある素材感なので結構あれでも問題はないかなと思うんですがまあ T シャツ1枚を大人っぽくおじさんっぽく着たくないのであれば ちょっと投資をしてセレクトショップのオリジナルですね例えばグリーンレブルでもいいですしユナイテッドアローズでもティモローランドでもあとはエディフィスでもいいかなと思うんですが、まあ、こういったところのオリジナルの T シャツはかなり質感がいいので白 T を着るのであれば少しグレードを上げてみるというのも大人の男性がおじさんっぽく見せないためには重要なのかなと思ってます。 ちょっと話は脱線しますが10代20代の頃であればある程度素材感がチープであってもとにかく本人がスマートだし肌の質感も整ってるしとにかく綺麗なのでそれなりに着こなせてしまうんですねただ僕らのように30代後半から40代50代になるとやはりですね見た目のフレッシュさっていうところはある程度落ちてしまうものなのでそこは 服の持つ上品さでカバーするということがすごく重要なのでシンプルなものこそある程度素材の質感を上げた方がおじさんっぽく見えないかなと思うのでその点では少しですね無地 T シャツの場合価格帯を上げてみるというのも良い選択肢かなと思っていますそしてボトムスなんですがブラックの無地系のパンツで合わせるのも悪くはないんですがそうするとちょっと地味になりがちなので今回は夏らしいシェアサッカーのパンツですね 表面にちょっと凹凸感があるんですねなかなか遠目だと分かりづらいんですが 縦にですね、畝が走っていましてブラックとダークグレーのですね、2色で構成されている、まあ、グリーンレベルさんとコラボレーションで作ったものなんですがこういったグレー系のパンツ白の T シャツとも相性がいいですしシアサッカーの凹凸感のある素材感というのも結構、ですね、退屈に見えないので夏らしくていいんじゃないのかなと思います、まあ、シルエットなんですが T シャツに少しゆとりを持たせてボトムスでぐっと細くするというのも悪くはないんですが、まあ、大人っぽくより見えるのはこういったテーパードシルエットですね 周りははそこまでででビビタビタではないんですが膝から下にかけて徐々に細くなっていくというシルエットこれが僕ら世代にはもう鉄板で合いやすいシルエットなのでこういったボトムスが僕ら世代にはすごく合うのかなと思っています。 で足元なんですが結構スタイルとしてシンプルなのでちょっとこうトレンド感のあるものを持ってきた方がいいかなと思うので今回はこのグルカサンダルですね今季はめちゃくちゃいろんなショップで取り扱っていますこちらはビューティーユースのオリジナルのグルカサンダルで結構動画の中でもご紹介したんですがもう在庫がなくなってしまってちょっと買いづらい状態なんですが再入荷を増したいなと思っていますがすごくこれバランスがいいです。 1>, 1万円台前半でデザインもすごく癖がなくて使いやすいのでこういったグルカサンダルで少しですねトレンド感を出してあげるだとか少し見た目的にも持ってあげるとこのような白 T なんかもバランスよくコーディネートができるかなと思うので白 T を着るときには素材感ですねここはある程度こだわるということあとはサイズ感も少し緩めにすることあとは退屈になりすぎないようにボトムスの素材感だとかあとは靴でちょっと持ってあげるとバランスが取りやすいかなと思うのでぜひこのスタイルもお試しいただければな ととと思っていいいますはい、ということで続いてラスト3点目のコーディネートなんですが今度はですね重ね着のパーツとして T シャツを使おうというコーディネートなんですね。 もちろん理想を言えば T シャツ1枚で様になるのが一番なんですけどもやはりですね、T シャツ単体のスタイルだけではなくて重ね着の一部として使うというスタイルもぜひ皆さんにご紹介ができればなと思っています上に重ねるものはいくつかバリエーションがあるんですがその中でも最も重要度が高いのが、まあ、ここ数年トレンドアイテムにもなっていますし、まあ、大人のもう定番的な位置づけに徐々に変わってきているような こういったオーープンカラーシャツですね僕の動画の中でもです、ね、以前ご紹介しましたが今季の GU のです、ね、オープンカラーシャツ色はブルーを着ています、これが、ね、なかなか仕上がりが良くて、まあ、今季のオープンカラーシャツの中でもコストパフォーマンスで言ったら間違いなくナンバーワンだと思うんですが。 これを T シャツの上に重ねて着てみましたで T シャツなんですが今回はですねあえてこういったプリントの入っているものを選んでみましたこちらは僕のオリジナルのブランドのものでちょっとですねブラウンだとかブルー系が入っているようなものなんですが基本的にはですねあまり遊びがあるようなものではなくてベーシックな白ベースの T シャツにプリントしたものなんですね。 このような重ね着をするときに下の T シャツなんですけども無地でもいいんですがちょっとそれだと僕は退屈に感じるんですねですので内側にはですねこのようなちょっと大人見えするようなプリント T シャツを重ねてあげると結構ですね着こなしとしてはバランスが整いやすいかなと思っています 上に1枚羽織るだけでもこういったプリントがね覗くだけでもそんなにこう着こなしの退屈さが出ないので大人っぽく着れるかなと思うので、まあ、重ね着をするときにはですね大胆にプリント T シャツなんかも一つの選択肢としてはありなのかなと思っていますそしてボトムスは一番最初のコーディネート変わらないですねブラック系のパンツで引き締めるという形でコーディネートをしていますそして足元なんですが、まあ、白レザースニーカーとかでも合うんですけども結構このようなオープンカラーシャツだとかブラックのスラックスを使ったような 小綺麗さのあるようなスタイルなのであえて足元はサンダルを合わせましたビルケンシュトックのですねスエードのサンダルで、まあ、サンダルの中でもそこまでカジュアルになりすぎないものの方が大人の男性には似合いやすいかなと思いますしおじさん見えもしづらいかなと思うんですねサンダルの中でもものすごくカジュアル度が高いものを履いてしまうとそれだけで結構おじさんっぽく見えがちなので、まあ、サンダルの中でも一定の小綺麗さをですね意識してもらうといいかなと思います その点今期トレンドになっているビルケンストックのサンダルというのはまあレザー素材のものも多いですしデザイン的にも結構オーソドックスでおしゃれが好きな方の中でも認知度が高いのでまあぜひそういったものを合わせていただくことでサンダルなんだけどカジュアルに見えすぎないというところを狙っていただくのがいいんじゃないのかなと思っています。ここのののよよううなな形でででオーープンカラーシャツを重ねねるのもいいすすし他にはですねこのような カーディガンを重ねるというのも一つのもつ手段なんですね、まあ、カーディガンというと暑そうに思えますが例えば T シャツ1枚で出かけて結構室内ですねお店の中に長時間いるだとかカフェやレストランで食事をするときなんかは結構冷房がガンガン効いていてむしろ肌寒く感じることも少なくないかなと思うんですねそのときに体温調整を気軽にできるのがこのカーディガンで僕は夏にもですね1枚あると便利かなと思いますね 薄手でちょっとこう理念がミックスされているようなものだとかまあコットン地のものですねこういったものが1枚あると T シャツとの重ね着めちゃくちゃいいですし T シャツが持つカジュアルさをある程度ですね綺麗に見せてくれるのがこのカーディガンなのでこのような半袖のオープンカラーシャツかもしくはカーディガンかどちらかを T シャツ特にプリント系の T シャツと重ね着するのが結構大人の男性には似合いますしおじさん見えしないのでぜひ皆さんトライをしていただければなと思っています はいといいととううことでででかかがししたでしょうか今回の動画ではおじさんに見せないための T シャツコーデ術ということで具体的に3つのコーディネートを皆さんにご紹介させていただきました。 まあどのスタイルもですね難しくはないと思うんですよ意外とシンプルではあるんですが T シャツの選び方だとかあとは T シャツ以外のアイテムをどう合わせるのかここ次第で見え方は全然変わってくるのでぜひ皆さんもですね今回の動画を参考にしながら長い長い夏をですね T シャツで楽しんでいただければなと思っています僕も今回の動画を撮るにあたってなるほどこういったところを気をつけないとやっぱりおじさんっぽく見えるなっていうのをですね自分自身実感したんですね まあ僕自身ですね気をつけないとやっぱりおじさん見えする年齢にはなってきたので今回の動画をですね教訓にしながら夏のスタイル僕自身も楽しんでいいいきたいなと思っていますこちらのチャンネルではこのような形でメンズファッションの基本を分かりやすく解説してるんですがもう少し中級者向けのアイテムとかコーディネートを知りたいんだよなという方はですね 僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方はですね概要欄からチェックをしていただければなと思っています月に何度かはですねメンバーシップ限定のライブ配信もやってますのでそちらもぜひ楽しんでいただければなと思っていますまたなかなか動画をゆっくり見る時間がないようなという方はですねオンラインサロンというものも開催をしています そちらはですね、写真と文章ベースでだいたい1分ぐらいで読めるような記事をですね、1日4記事5記事ぐらい投稿してますので、そちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。